西暦紀元前230年中国においては群雄が諸国に割拠して互いに相はみ相戦い世は凄惨な戦国時代となって戦火は果てしなく続いていた。この時、西の果て、秦の国の若き王政は、民の惨苦を見るに忍びず、救民救国の理想に燃えて決起した。紀元前221年秦の中国統一は実現して、ここに世界最初にして最大の帝国は誕生したのである。天下を統一せられ一点万丈の君となりたもうた。ここに三皇五帝の先例に鑑み、御自らを始皇帝と名乗らせられ位を万世に伝えたもう。